バレリー・ジスカール・デスタン。バレリー・マリー・ルネ・ジョルジュ・ジスカール・デスタン。バレリー・マリー・ルネ・ジョージス・ジスカー・ディー・エステ・イング。1926年2月2日体は、フランスの政治家。第20代フランス大統領。フランス第5共和制。在任1974年から1981年。元シャマリエール市長。2003年より、アカデミー・フランセーズ会員。 結婚しロスチャイルド家の登園、十三神童となった、刑罰、以下、バレリーと呼ぶ。ドイツのコブレンツで、フランス人カンリエドモン・ジスカールデスタンの子として、生まれた。父エドモンはもともと、ジスカールが姓であった。エドモンは、フランス植民地金融者を1949年に、祖父という名前で解祖した、世界恐慌証券パニックから、世界恐慌へ。 ジスカール家は代々アフリカ植民地の利権を受け継いで来た。バレリーの母は中世以来の名門貴族である出身であった。ところが、1922年に妻の実家であるエスタン家の男系が断絶してしまう。この頃のフランスでは、フランス革命当時と違い共和制を支持する貴族の家系に対してはむしろ保護が与えられるべきとの考えが強まっていた。 このため、議会は、エスタンや着流に近い女性を妻としていたエドモンに、対して、エスタン家の継承を要請。これによって、旧来の、ジスカールに、妻の実家である、エスタンを重ねて、代名詞でが、名の前につくためディエスティリング、以後、ジスカール・デスタンと名乗るようになったのである。バレリーの誕生はその4年後のことである。バレリーの母方において、バレリーは、 フランソワジョルジュピコの、また多いであった。一家は、パリパック、フォーブール、サントノレ通り71番地に居住した。バレリーは、青少年期、16区ポンプ通りの私立、小学校エコールジェルソン、を経て、クレルモンフェランのリセブレイズ・パスカル、16区リセ、ジャンソン・ド・サイー、5区リセ、ルイ・コール・ルイ・コール・グラン・シープリと、いずれも名門校に学んだ。時は、ナチス・ドイツによる、 フランス占領時代、バカロレア資格を得た後同行、シープリに戻らずレジスタンス活動に身を置いた。第二次世界大戦後に、パリの理工科学校と、国立行政学院、エナに学んだ。国立行政学院を卒業後に、父同様に勤務を経て、エドガール・ホール首相の下で、政策スタッフとなる。1956年の総選挙で、アントワーヌ・ピネー率いる独立農民派。 国から国会議員に当選、第五共和制の成立でピネーが経済財務省として入閣すると金融担当の秘書官となった。1962年にミシェル・ドブレ内閣の改造人事で経済財政省として初入閣。この時、欧州政策をめぐって独立農民派主流と対立し、同党を脱退。新たに独立共和派、RI を結成した。 ジョルジュ・ポンピル内閣でも閣内に留まったものの、1966年に悲免。それでも与党防流として活動を続け、1969年から1974年まで再度経済財務大臣を務めた。大統領だったポンピルが休止すると、ドゴールハッシュ流のジャック・シャバデルマスに対抗して大統領選挙に出馬。独立共和派は元より、 中道派野党の急進社会党や民主中道派、民主進歩中道、さらにはドゴール派の中でもシャバデルマスと対立していたジャック・シラクの支持まで取り付け、第一回投票では左翼統一候補だったフランソワ・ミッテランに遅れを取ったもののシャバンデルマスを上回る得票を獲得。決選投票でミッテランを破り、大統領に当選した。 1974年から1981年までの7年間に、わたって、フランスの大統領を務めた。48歳での大統領就任は、当時のフランスでは3番目の若さであった。外交上の代表的な業績としては、大統領在任中に、サミット、先進国首脳会議を、西ドイツやイタリア、日本、アメリカなどの西側主要各国の首脳に提案し、 1975年に、ビルド・フランス地域県イブリーヌ県のランブイエで、第一回サミットを開催に導いたことが挙げられる。このサミットにおいて、1970年代に、西側諸国を襲った石油危機への対応などが話し合われ、一定の成果を収めたほか、冷戦下において、西側先進国の結束を高めることに貢献したことや、石油危機以外にも経済面や、 金融面から一定の成果を収めたことなどから、その後も現在に至るまでサミットが毎年開催されることとなっている。内政においては、三政権の21歳から18歳への引き下げや、TGV 建設の推進などを行った。また、大統領与党として1978年に、中道派政党フランス民主連合を結成したが、一方で、ラクの離反を招き、 次の大統領選挙で、社会党のフランソワ・ミッテランに敗れ大統領の座を去った。ところで、中央アフリカ帝国のボカサ一世は、旧創始国フランスから支持と援助を取り付けるため、当時のフランス大統領だったバレリーに莫大な、贈賄工作をしたことを後に告白している。その工作が功を奏したためか、フランスからは皇帝として承認され、 経済的支援も受けることに成功した。その後、ボカサはクーデターによって政権を追われると、フランスに亡命し、バレリーに働きかけて政権奪還の支援を要請したが、色良い返事を得ることができなかった。豪を煮やしたボカサはバレリーへの贈賄工作を暴露する。このことによりバレリーの人気は急落し、選挙でミッテラーに敗れる一員となった。大統領の座から去った後は、 解雇録を出版した解評価を得るなど、社会党政権下での中道右派の論客として、存在感を示すとともに、主に外交面でその手腕を発揮した。また、2003年には、アカデミー・フランセイズの会員に選出された。2015年11月に、元西ドイツ首相のヘルムート・シュミットが亡くなったことで、第1回サミットに参加した首脳で、唯一の存命者とっている。また、 彼が退任した時点で、前任者以前のフランス大統領経験者がすべて個人になっていたこと、ミッテランの後任であるジャック・シラク以降の大統領が、すべてジスカールデスタンより後に生まれていることから、1996年1月8日に、公認のミッテランが死去してからは、最年長のフランス大統領経験者かつ、最古参のフランス大統領経験者となっている。 2002年2月に設置された欧州の将来に関する協議会の議長に押され、2004年の欧州連合 EU 拡大を前に EU の将来像に関する諸国間の協議をまとめ、また欧州憲法条約の起草を担うなどの重責を果たしたが、一方で欧州大統領制、欧州が死衆国を提唱し、 東欧への請求な EU 拡大やトルコの EU 加盟の可能性について批判したことで物議を醸したと言われている。バレリーの妻をという。その母がマリー。その兄はギーレの孫娘と結婚している。マリーの妹、シャルロッテはヘンリエッテの息子アルフレッドと結婚した。ヘンリエッテの妹マリーはルイと結婚した。ルイの姉アンヌは アメリウスの息子アルナウドと結婚した。そしてアメリウスの兄がである。アジュノルと全く同じ名前を継いだは三度結婚しているが、その妻にがいる。彼女はナポリケ、ロスチャイルドのマイアーカールが持った6人目の子供である。息子にクラブメット会長がいる。楽しくご覧になりましたら高読と良いです。クリックしてください。